見ていきます。1番サンライズジパング、ダートの参戦を含む6レースを経験、前走は重走に次ぐ格付けのリステッド競争 2000m 戦で勝っています。馬体重は510キロマイナス6キロです。非常にパワーを感じさせる馬ですね。筋肉が非常に多いです。なかなかいい馬じゃないですか。この特徴はですね、顎が大きいんですね、はい、我々厩舎サイドは顎っ張りがいいというんですが、これだけ立派な顎を持っているということは非常にですね、解剖もよく食べて、その分メニューを十分にこなせる状況ができると思います。今日はおよそ3ヶ月ぶりのレースということになります。3ヶ月ぶりってのはちょっと気になるね。止まってる。今少しその各馬の息が止まっています。その後ろ2番名将タバル、前走 G3 の毎日入りは逃げて6馬身の差をつけて勝利しました。名将タバル、父のゴールドシップは G1 6勝、うん、2012年の勝者でも勝っています。馬体重は500キロちょうど、増減はありません。応援したかったいなと思うことが結構いいですね。非常にですね、この父親は気性の激しい馬でしたね。それと関東への初めての遠征です。そして中2週と短期での皐月賞挑戦、これらが重なってですね、非常にこの気象がどのようなのかなと言って僕パドック注視してたんですが、非常に落ち着いて回ってますね。この分なら能力は十二分に発揮できると思います。そのすぐ後ろ3番エコロバルツ、父ブラックタイド3区の北サンブラックは G17 勝を挙げています。その北サンブラックの主戦ジョッキーだった武豊とコンビを組みます。馬体重は486キロマイナス10キロです。前走はですね、落ち着きがちょっとなかったというふうに聞いております。今日はどうでしょう。2人で引いてますね。そして少しハミを強く取ってます。口の口角というんですが、口のところをですね、少し泡を吹いてますね。これやっぱりハミを気にしてるんですね。少し前向き気象が強く出ているようなパドックの歩き方です。ハミは馬にかませる金具で、騎手は手綱からこのハミを通して意図を伝えます。次に4番シリウスコルト、この皐月賞で4レース続けて中山競馬場 2000m での出走です。472キロマイナス10キロです。非常に落ち着いて歩いておりますね。新馬デビューの時が448キロだったと記憶しております。それから徐々に増えてですね、前走が482キロの一番重い体重ですので、今日のですね、マイナス10キロは問題ないと思います。ちょっと大人しすぎるかなっていう嫌いもあるんですが、まあ、ジョッキーが背中にまたがりましたら、また気合が乗ってくると思います。そしてその後ろ外を歩いています、5番のミスター GT です。4戦2勝、勝ったレースはいずれも 2000m の距離。父は皐月賞馬のドゥラメンテ、3区はすでに12勝を G1 で上げています。馬体重468キロマイナス4キロです。こちらも非常に落ち着いて歩いてますね。ただ後ろ足トモというんですが、あの後ろ足の踏み込みがもう少し深くてもいいのかなというふうに思います。ミスター GT はこの歩様です。6番にアレグロブリランテ、中山で2レースを経験しすでに2着と構想しています。馬体重は466キロマイナス4キロです。非常に落ち着いておりますね。ちょっと日陰に入ってしまったので、あ、今出てきましたね。あの毛艶はちょっと意識してみてたんですけど、これも綺麗なクリレちゃんだね。クリレすごい綺麗、この子かわいいね。綺麗なクリレ。ルカランフィースト、2勝のうち中山競馬場でも1勝を挙げています。父のイスラボリータは2014年にこの皐月賞を制しています。馬体重468キロプラス6キロです。少しハミを気にして厩務員の方に気を取られてますね。もう少しこう前に体を使ってゆったりと歩いてくれるといいですね。そしてその後ろ8番ジャンタルマンタル、出走馬の中で唯一重賞で2勝を挙げています。 G1 の朝日杯フューチュリティステークスでも勝ちました。去年の最優秀2歳ボバです。馬体重は490キロマイナス2キロです。全身の筋肉が盛り上がってますね。体型的にも筋肉的にもですね、今日は皐月賞ダービーなんですが、ダートでも走れるんではないかな、ダートでも走らせてみたいなという馬ですね。ご覧いただいて分かると思うんですが、つなぎ爪の上の部分の細い部分なんですが、この角度がちょっと強いんですよね。きついんですね。これもですね、ダート馬に見れる特徴なんですね。皐月賞出走しているのに甚だ失礼なんですが、
ダートでも走らせてみたい二刀流の馬なのかなというふうに思います。二刀流はね、今日の舞台、うん、中山競馬場でのレースも初めてとなります。アーバンシックちゃん、アーバンシックちゃん。9番がアーバンシック、ここまで3戦2勝、前走は1月のスワブリチャーの方だから、かわいいね、これで応援してあげたい。馬体重は510キロ、マイナス6キロです。前走から3ヶ月ほどの休養を取りましたね。調整に向けたんだと思いますね。リフレッシュ、若い馬は非常に精神的にもダメージを受けるもんですから、この3ヶ月の休養が非常にですね、この馬にとってプラスになっているというふうに思います。そして次は10番、今日の皐月賞出走で唯一のメス馬牝馬の10番レガレイヤです。クリゲが多いね、今日ちょっといっぱいクリゲがいっぱいいる。牝馬としては7年ぶりの皐月賞の挑戦、勝てば76年ぶりの勝利となります。レガレイラ前走は12月G1 のホープフルステークスで勝ちました。およそ3ヶ月半後明けてのレースとなります。牝馬の馬体重は456キロプラス2キロです。しなやかな体ですね。しかも弾力性、柔軟性のある筋肉をつけております。ね、非常に牝馬らしい馬ですね。ただ目がですね、どうなんだろう、少し優しすぎるのかな、競走馬として少し優しすぎる目を見て持っているのがちょっと気になるんですが、特にですね、周りは全部ボバです。優しい目してる、本当に。この優しい目がレース、激しいレース行ってどのようにどんなの子だから、やっぱり可愛いよね。ちょっと気になるところですね。優しい目です、綺麗な目です。このパドックでも馬番とは違う順に今歩みを進めています。そして11番、3頭出走する絆3区のうちの1頭、鳳凰プロサンゲです。3区はこれまで G1 で4勝を挙げています。矢作義人調教師が管理する出走馬3頭のうちの1頭です。馬体重は482キロマイナス2キロです。2人で引いております。ただ外を見たり内を見たり、そして今ご覧の通りちょっと小足になったり、ちょっとですね、集中心が足りないかなというふうに見えます。毛づやはとてもいいです。その後ろ12番コスモキュランダ、キャリアはメンバー最多タイの7戦です。中山競馬場も4レースを経験しています。父アルアイン、そしてそのアルアインの父アルアインって殺気障害だね。調整していて親子3代制覇がかかります。アルアインの子だったら親子で調整するか。500キロちょうどマイナス4キロです。中山でも4走、そしてキャリアも7戦という非常に多い、ね、ちょっと多いね。でもキャリアね、非常に落ち着いております。物落ちしないこの歩き方が非常に好感が持てます。前回の弥生賞では1人で引かれていたんですが、今日は2人で引かれています。13番はジャスティン・ミラノ、こちらは逆にメンバー最小キャリアのこれまで2戦となっています。最小キャリアタイとなっています。いずれもその2戦勝利していまして、無敗でこの皐月賞に挑みます。無敗だって。前走 G3 の共同通信杯では今日と同じく出走するジャンタルマンタルに1馬身半の差をつけて勝ちました。馬体重は512キロプラス10キロです。14番シーエンペラ、僕写真で見たんですが、その時に少し毛が長いんではないかなというふうに、毛が長いってどんな、今日見ましたらとんでもないですね。非常に毛艶をしています。毛艶輝いてますね。しかも大型ですが重さを感じさせない歩き方をしております。そして顔自体も非常に子供は賢いんでしょうね。非常に利口そうな顔をしております。次に14番です。フランスで生まれた外国産馬シンエンペラー、父と母が同じ兄のソットサスは2020年のフランス凱旋も調整しています。ちょっと今日の本命に応援したい馬なんですけど、この子どうでしょうかね。気候というんですが、首の付け根、蔵の前の部分ですね、ちょっと今覆われてるんですが、この気候がですね、非常に抜けております。というのはこの馬非常に完成度の高い馬ということですね。クリゲですが、明るいクリゲなので非常に日に照らされて輝いております。綺麗だよね、この子ね。ということは体調面が非常にいい、すごい綺麗な明るいクリゲで毛艶が良さそう。使ってですね、スムーズに歩いております。縦髪でこうサラサラしてる、首と背中の境目、すごい綺麗の部分を指します。15番、はい、クリゲちゃんです。これもサンライズアースちゃん、これもクリゲちゃんだ。2002勝でこの皐月賞に挑みます。体重は532キロ、これも可愛いね。頭から爪までですね、全てが特大の馬ですね。非常にボリューム感があります。ただ歩様自体はね、その重さを感じないのでいい歩き方をしていると思います。なんかゆったりしてる。
16番はダノンデサイル。エピファネイア3区で先週の桜花賞ではその3区スレンボッシュが勝利しました。ダノンデサイルもちょっともなんかいい馬だなと思うけどどうなんだろう。いやここのとこクリゲクリゲクリゲぶついてクリゲちゃんが来る。体から離しておりますが問題ないと思います。いやなかなかいい馬だねこれもね。胸よく見えちゃう。17番リサンチンドリーム、これも可愛いじゃないクリゲちゃんです。3区としては3年前エフフォーリアが勝利をこの作戦勝利を上げています。馬体重は456キロ、ね、プラス6キロです。胸よく見えちゃうよね。頭からですね背中尾にかけてのラインが非常に美しい馬ですね。美しいよね。いかにもサラブレッドという感じです。キャリアは浅いんですが非常に落ち着いて歩いておりますね。綺麗だね。毛艶もとてもいいです。とても毛艶もいい。状態もいいと思います。いや綺麗だな。最後に18番これもクリゲ。あらら、クリゲばっかりだねこの辺。調教師2001年にジョッキーとしてマグネスカリオンとの皐月賞を制しています。馬体重は462キロ、増減はありません。キャリア非常に長走しておりまして多い馬ですね。どうでしょう、少しですねおとなしいかなという感じは受けてるんですが、まああのいやかわいいなクリゲちゃんです。これもクリゲですって。いやかわいい。元調教師の鈴木康弘さん。16、17、18ずっとクリゲちゃんだこれ。改めて現在の単勝のオッズです。一番人気が